ガチャ。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。遅くまですみません。ありがとうございました。あ、竹下君、ちょっと喫煙所行こうか。あ、そうですね。テクテクテク。あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。テク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 。ガチャ。プファー。ガチ。グリ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 。師匠、今日もいい感じでしたね。まあそうね。あのさ、竹下くんさ、ちょっといい？言っておきたいことあるんだけど。何ですか？あのさ、なんかもはやさ、レッスンしに来てるっていうよりさ、僕とさ、雑談したいだけなんじゃないの？ん？そんなことないですよ。レッスン受けに来てますよ。だって今日何やった？え？何やりましたっけ？ほら、全然覚えてないじゃん。結局レッスンルームで雑談しただけなんじゃない？まあそうとも見えますけど、もう僕なりにいろいろ吸収させていただきましたけど。何を？え？ケーブルの束ね方とか。それさ、君ローディー時代に散々やったからもういいんじゃないの？いやいやいや、いつまでたっても勉強ですよ。いやさ、勉強するのはいいんだけどさ、なんていうのかな、結局僕は雑談してしに来てるだけのように感じるんだけど。え、ダメですか？ダメとは言ってないよ。僕もあの竹下くんの雑談するの好きだからさ。じゃあいいじゃないですか。まあいいか。じゃあまあ適当にやっといて、適当に。あ、わかりました。しかしあれだよね、君いろいろ進めるの早いよね。トントントンってやっとくよね。まあそうですね、下積み長いんで。長いよね、本当にね。いい加減花開かしてあげたいって思うよ。あ、よろしくお願いします。あの、荷物運びでもギター持ちでもやるんで。だからさ、なんですぐそう裏方へ回りたがるの？一花咲かしてあげようって言ってるんじゃん。あ、ありがとうございます。あの、荷物片付けでも掃除でも何でもやるんだ。もういいって、それ。君散々やったからいいって。ね、もうそろそろあのいい曲書いてさ、俺にちょっとご馳走するぐらいのさ、あのことはしてくれないとさ、教えてる方としてもさ、いつまでたってもうだつが上がらないんじゃさ、困るんだよね。ああ、そうですね。君もそこそこできるようになってきたわけだから、もうちょっと頑張ってさ、ちょっとこう、いい曲書けばさ、まあ、もうちょっといい生活できるんじゃない？ああ、わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあ今日のレッスンはここまで。タバコ一服するところまでがレッスンだからね。あ、そうですね。そのマナーを守らないといけないですもんね。ちゃんと携帯灰皿持ってます。いいぞ。タバコのポイ捨てとかは絶対ダメだからな。わかったか？はい、わかりました。じゃあ失礼しまーす。本当に挨拶だけはいいな。挨拶だけは。じゃあまあ適当にやっといて。じゃあねー。ほいほー。